everyone, it's Hika, your English coach. 皆さんこんにちは。英語コーチのヒカです。今回のテーマはですね、オンライン英会話初心者が準備するべき英語フレーズ20選になります。まあ、この20選全部暗記する必要はないんですけども、このフレーズをいくつか暗記しとけばオンラインレッスンっていうのはだいぶ安心してスムーズに受けられるということができます。でですね、オンライン英会話始めたいんですけども、やっぱり言葉が詰まって結局話せない心配とかですね、外国人の先生に何言われてるのかわからないとかね、レッスンがどう進めればいいかわからないっていうところで結局始められないって、こういう方いないですか？そういう方のためにですね、今回はレッスンの中で役立つ20個のフレーズを紹介したいと思います。これを準備しとけばだいぶレッスンがうまくいきます。そしてですね、普段の日常会話の中でも使えますので、これは英語力のスピーキングにも役に立ちますから覚えておいてください。もしかしてあなたがオンライン英会話を始めたい、そしてレッスンをもっと楽しみたい、英語の上達を早くしたい、伸ばしたいと思ってるなら、ぜひ最後まで動画見てみてください。まずはですね、挨拶からになります。初めて講師と会うとですね、 Hi! Oh! You must be Taka! とかこう言ってきますよね。 Nice to meet you! How are you today? どう答えますか？簡単なんですよ。あんまり深く考える必要はないです。 How are you today? ってよく聞かれるんですけど、真面目の受講生はですね、 Today I am not so good. そんなね、深い質問じゃないので、もう Pretty good thanks でいいんですよ。 How are you today? Pretty good thanks.深い質問じゃないので、いや今日はあんまり元気じゃない、今日はすごい元気です、今日はこういうことあったっていう質問ではないんですよ。 How are you today? ただの挨拶なので、答えは Pretty good thanks。 そして自分だけじゃなくて相手にも聞いてやる How about you? これだけです。ただ明るく言いましょうね。ちょっとやってみましょう。 Nice to meet you! How are you today? Pretty good thanks! そう、 How about you? そうですね、明るくね、 Pretty good thanks! How about you? って言えば完璧。ただですね、 How about you?How about you? って聞いちゃうとですね、ボールが先生に渡しちゃうんですよ。もうちょっと英語力ある方だったら、ボールを先生に投げるんじゃなくて、自分で持ってもうちょっと喋るっていう手もあります。Pretty good thanks! But I had a busy day at work today. My boss gave me... こうやって自分のことについて話すっていうのもありです。聞いちゃうとね、先生にボール渡しちゃうので、先生がリーダーシップ取っちゃうんですけど、自分がリーダーシップ持ちたいとしたら、自分から How about you? って聞かなくて、自分からちょっと話すっていうのもありです。よくある質問なんですけど、初めて先生と会うと何聞かれるかっていうとですね、 Why are you learning English? ありますよね。なんで英語勉強してるの？聞かれますよね。どう答えますかっていうと、ビジネス、ホビーとかね、トラベリングでもいいんですけど、せっかく聞かれてるからちゃんとした文章で答えましょう。このパターンにいいですよ。 I need English for 何々。例えば I need English for teleconferences、 電話会議で使うから。 I need English for a global project、 グローバルのプロジェクトのために英語が必要です。 I need English for presentations、 これすごいシンプルな答えですよね。もうちょっと情報を渡してやると、講師もレッスンの内容をアジャストしてカスタマイズしてくれますので、もうちょっと情報を伝えるっていうのも重要なんですよ。例えば I need English for teleconferences with my Chinese colleagues each month。毎月中国の同僚と電話会議で英語が必要ですと。ここまで伝えればレッスンの中でもアジャストしてくれますよね、先生が。 OK, let's imagine you're having a teleconference with your Chinese colleagues。 こんな感じで、だから情報をもうちょっと渡すっていうのはいいことです。もう一個よくある質問がですね、これです。 Tell me about your company。 会社についてちょっと教えてください。よくありますよね。どういう会社で働いてますかとか、そしてそこでメーカーとかね、サービスカンパニーだけじゃなくて、もうちょっとちゃんとした文章で I work for a 何々 company。 I work for a medium sized manufacturer of car parts。 例えばですね、中小の企業ですね、車の部品を作ってるメーカーで勤めてますと。ここまで情報を与えると、講師もある程度レッスンの内容をアジャラスとしてカスタマイズしてくれます。 I work for a medium sized manufacturer of car parts。 そんな難しくないですよね。もう一個の質問がですね、仕事について聞きますよね。 What do you do at your company? これどう答えますかと。 What do you do at your company? 仕事は何ですかと。ここで I'm a 何々。例えば Quality Assurance Manager。 I'm a Software Engineer。 I am a R&D Manager。 I am a でいいんですよ。そしてそこだけじゃなくて、もう
少し情報を与えるとよりいいです。例えば、I'm a quality assurance manager, so I check the quality of our products. まあ、弊社の商品のクオリティをチェックしてます。管理してます。So I check the quality of our products. ここまで言えると、だいぶ講師もそういう内容の仕事をやってるんだっていうのが理解して、レッスンをちょっとカスタマイズしてくれます。では次のテーマがですね、回線問題、コネクション問題。よくありますよね。オンライン英会話ではちょっと聞こえないとか、動画が止まっちゃうとかね、ビデオが止まっちゃうってありますよね。その時どうすればいいのか。こういうフレーズを学べば大丈夫です。まあ、最初のレッスンで繋がる時にいきなりレッスン始めるんじゃなくて、Can you see me? Can you hear me? ってよく講師も言ってきますので、言ってこなかったら自分から言ってもいいですよ。Can you see me? 見えますか ?Can you hear me? 聞こえますか確認取る。そして聞けなかったら、シンプルです。I can't see you.I can't hear you. でいいんですよ。ね、聞けない、見えない。もうちょっと細かく言うと、例えばビデオが動かなくなった。The video froze. The video is frozen. でもいいですよ。I can hear you a little. ちょっと聞こえると。そういうのもいいです。Can you speak louder? もっと大きい声で話してください。こういうフレーズ使えば、こういうコネクション問題も乗り越えます。他のレッスンの中での問題、何聞かれてるかわからないとかですね、言葉の意味がわからない、どうすればいいんですかっていう時なんですけども、例えば聞き取れなかった時、 I'm sorry I couldn't hear you. Could you say it again? 簡単ですよね。 I'm sorry I couldn't hear you. 聞き取れなかったです。 Could you say it again? もう一度言ってくれませんか。簡単ですよ。もっとゆっくり話してくださいでもいいですよ。 Can you talk a little more slowly? Can you talk a little more slowly? それでも聞き取れなかったらチャットボックスに書いてください。 Can you write itIn the chat box? Can you write it in the chat box? Oh, no problem. チャットに書けば、I see ってわかるじゃないですか。辞書で引いてもいいし、そこでコピーペーストで。知らない単語あって、辞書を引いてもいいし、先生に聞いてもいいですよね。What does that mean? どういう意味ですかと。そして、it means a na 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 って、説明が難しい場合がありますよね。What does it mean? って聞いて、バーバーバーって喋っちゃうから、同じ意味の単語を教えてっていうやり方もあるんですよ。Are there any synonyms for this word? ちょっと難しい単語なんですけど、Are there any synonyms for this word? Synonyms っていうのは、同じ意味の単語。例えば、Gigantic っていう単語がありますと。Gigantic? Are there any synonyms for gigantic? って言ったら、yeah, yeah, like large, big, huge. Oh, I see. って言って理解できるじゃないですか。Synonyms. この単語を覚えておきましょう。それでもわからなかったら例ですよね。Can you give me an example? 例をくださいと。さっきの gigantic だったらね、大きいなんですけど。Okay. The blue whale is gigantic. まあ、クジラがでかいですね。I see. って言って使い方も学びます。例があるとだいぶわかりやすいですよね。そして、本当にわからなかったら、例えば、I don't understand this part. I don't understand this. Can you explain? もっと説明してくださいっていうことを聞けばいいです。わからなかったら、シーンとするっていうのが一番ダメですね。じゃなくて、落ち着いてフレーズを見て、I'm sorry, I don't understand this part. Can you explain? Please speak more slowly. Can you write it in the chat box? What does that mean? Are there any synonyms for this word? こんな感じでやってれば、会話になるじゃないですか。止まらない。覚えておきましょう。次のパートはですね、スペシャルリクエスト、特別のリクエストですね、お願いの時ですね。こういうフレーズを使います。新しい単語を覚えたい、やっぱり単語力伸ばしたい希望ありますよね。その場合はですね、こう言えばいいんですよ。 Can you teach me new words? 簡単ですよね。 Can you teach me new words? 新しい単語教えてくれませんか。先生喜ぶんですよ、これ聞くと。 Sure, no problem! って言って、いろんな単語を考えてチャットに書いてくれるし、ね、Can you teach me new words? そして間違いを指摘してくれる先生としてくれない先生もいますよね。たまに指摘を欲しいだったら Can you correct my mistakes? って言えばいいんですよ。 Can you correct my mistakes? 間違いを直してくれませんか。そしたら講師も Oh yeah 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 sure no problem 喜んで直してくれます。もっとねリスニング伸ばしたいから早く話してくださいっていう希望もありますよね。 Can you speak faster? Can you speak more quickly? これでいいですよ。 Can you speak faster? Can you speak more quickly? そしたらもっと早く話してくれます。シンプルですね。覚えておきましょう。
最後のパートがですね、レッスンが終わった時ですね、終わる時の挨拶、そしてここでグッバイだけでもいいんですけど、やっぱり講師も頑張って教えてるから、ちゃんと今日は楽しかったとか、ありがとうとか、いいレッスンでしたとか一言言ってあげると講師はねすごい喜ぶんですよ。さあね、こういうフレーズもありますと。 Thank you for your lesson。 これすごいいいですね、シンプルですよ。 Thank you for your lesson。 もうちょっとね強み入れたかったら、 Thank you so much for your lesson。 I had a good time。 Have a nice day。 こんな感じ。そしたらただ Goodbye で終わらない、講師も喜びます。覚えておきましょう。はい、では復習に入りたいと思いますけども、復習の前にお知らせがあります。ビズメイツの講師ラインでは、ビジネス英語を伸ばしたい方に向けたコンテンツを無料で配信しております。 LINE 登録したらすぐに無料特典をプレゼントしております。 LINE 限定の無料講座も定期的に開催する予定です。さらに英語力を高めたい方はぜひ概要欄から LINE 登録をお願いします。そしてこのチャンネルではビジネス英語を伸ばしたい方に向けた英語に関するコンテンツを配信しております。今後もお役立つコンテンツを継続的に配信できるように頑張りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。はい、では今日の動画を復習したいと思います。今日の動画のテーマはですね、オンライン英会話初心者が準備するべき英語フレーズ20選になります。全て暗記する必要はないんですけど、いくつか頭に入れとけばだいぶスムーズになります。挨拶のフレーズ覚えましたよね。 Nice to meet you. How are you today? って聞かれたら深く考えない。 Pretty good thanks. シンプルの答え。 How about you?聞けばいいですね。そして Why are you learning English? って聞かれたら I need English for teleconferences with my Chinese colleagues each month。 こんな感じでちょっと具体的に理由を説明する。 Tell me about your company。 会社のことについて教えてくださいって聞かれたら、ただメーカーとかじゃなくて I work for a medium-sized manufacturer of car parts。 こういう会社で働いてるっていうのをフルセンテンスで伝えるっていうのはいいですね。そして What do you do at your company? 仕事について聞かれたら、I'm a quality manager, so I check the quality of our products. 自分の仕事と、まあ、ちょっと具体例をちょっと出してあげると講師もイメージしやすいので、レッスンでも内容を合わせてカスタマイズしてくれますので、ちょっとだけ情報を伝えるっていうのはいいと思います。回線の問題ですね、コネクション問題、こういうフレーズがあります。 Can you see me? Can you hear me? I can't see you. I can't hear you. Your video is frozen. I can hear you a little. Can you speak louder? まあこういうフレーズがあります。レッスンの中で問題があってレッスンが止まっちゃったら、こんな感じのフレーズもあります。 I'm sorry, I couldn't hear you. Could you say it again? Can you talk a little more slowly? Can you write it in the chat box? What does that mean? Are there any synonyms for this word? Can you give me an example? I don't understand this part. Can you explain? こんな感じですね、いろんなフレーズを使います。そして希望ですね、スペシャルリクエストがあったらこういうフレーズもあります。 Can you teach me new words? Can you correct my mistakes? Can you speak faster?そして最後にレッスンが終わったときは、ただ Goodbye ではなくて Thank you for your lesson today. Thank you so much for your lesson. I had a great time. Have a nice day. こんな感じのフレーズ明るく言ってやれば講師は大喜びです。これで先生ともいい関係してレッスンが楽しくなります。ぜひやってみてください。はい、では皆さんどうでしたか。今日の動画はこういうフレーズを使って少しでも英語のレッスンに役に立ったら私は嬉しいです。今後もですね、いろんな英語学習に関する動画を作ってきたいと思うので、ぜひ見てみてください。 See you next time!